皆さん、こんにちは。夏美です。今日のクラスは、体全身を動かしていく、有酸素運動とヨガを組み合わせて実践していきたいなと思います。実は、ヨガの中には、有酸素運動的な準備体操ってきちんとあります。というのも、んヨガってもともとインド、 が起源なんですけれど、洋画業者ってヒマラヤの本当に山の奥に住んでいたんですよね。今も住んでいるんですけれど。ヒマラヤってすごく標高が高いですので、肺と心臓が弱っているとそもそも生きていけないんですね。しかも寒いところです。何かを着込んでとかではなくて、自分の体で 自らこう熱を作っていくっていう訓練ってすごく大事。何かこう外側から覆いかぶせてあの体温を保つとかではなくて自分で熱を発してで体温を上げていく。 そのためには、やっぱ体を動かさなくてはいけないし、標高高いところで生きていかなくてはいけないので、ポーズがうんぬんとか綺麗とか、そんなことどうでもよくて、肺と心臓をやっぱり強化していくっていうのは、すごく重要な、あの、もの。 実践、訓練なんですよね。なので、きちんとその準備体操的な、あの、動きの中に有酸素運動みたいなものがあります。それを実践の中に取り入れていこうかなと思います。では、早速始めていきましょう。お水取ってない方は動画を一時停止してお水をしっかりと取って準備してください。準備できたら呼吸から吐いていきましょう。 足をクロスした形で座っていきます。膝をなるべく外に広げて土台を大きくし上半身を安定させてください。両手は膝の上に置いて優しく目を閉じていきます。まずは姿勢を整えていきましょう。重心は両足ではなくてお尻に多くの体重をかけていきます。 両方のお尻に均等に体重がかかるように重心を後ろに倒していきましょう。後ろに倒れそうになる上半身は腹筋と背筋を使ってバランスを保っていきます。背骨は自然なカーブを描き上にスッと伸びていきます。その延長線上に頭がちょこんと乗っかっている。そんなイメージです。 お腹に横じわが入っていたり、胃が出っ張っている方は背骨を長くしてお腹のスペースを広げてください。肩甲骨同士を寄せ合って肩と二の腕が胴体と同じラインに来るように調整しましょう。顎とマットは平行です。眉間の間には力を入れず鼻の呼吸に 意識を向けていきましょうまずは吐く息をしっかりと吐き切っていきます吐き切ることで吸う息は自然と入っていきますきちんと息を吐くそれだけ意識しながら呼吸してみましょう胸や肩が動いて呼吸している方は 両肩の力を抜いて、なるべく胸や肩は動かさず、胸よりも下、お腹を意識しながら呼吸していきます。 それでは、吐く息をしっかりと吐き切りましょう自然な呼吸に戻っていきますそれでは、ゆっくりと目を開いてくださいマットの上に立っていきましょう そしたらまずは足の指関節からストレッチしていきます。両手は骨盤のところでもいいし、腕下げておいても大丈夫です。まずは右足の甲を寝かせて、右足の指関節をぐーっと曲げていきます。足の指関節は甲から始まっているので、足の甲を寝かせて、右足の指関節を曲げていきましょう。 関節が曲がらないとそもそも体を支えることができないので、スタンディングのアーサナもそうですけれども、もちろん違う動きもそうです。スポーツとかね、エクササイズとか、ウォーキングとかランニングとかそういう部類もできない。健康にいいと思ってやっていることが、実は体にはすごく負担になっているっていうことだってあります。なので、指関節をしっかりと曲げてストレッチをしていきましょう。 緩めて反対足行きます。左足の甲を寝かせて、で指の関節を曲げていく。ですっごい痛い方は、まあ、ちょっとずつですね、自分でかけるこの圧とかも調整できるから、まあ、ちょっとずつ指の関節を緩めていくしかない。リハビルと同じですね、曲がらない関節を曲げていくので。 なので根気強さとやっぱり時間がかかるかなって思いますまあしょうがないですよね長い時間かけても固めてしまったものだから長い時間をかけて自分でほぐしていく急がず焦らずゆっくりと、まあ、ちょっとずつ関節を緩めていきましょうでは緩めてもう一回反対いきます右足の足の甲を寝かせて 右足の指関節を曲げていく特に女性とかだとヒールを履いたりする機会がねやっぱ多いからヒール履くと指がどうしても反り返ってしまうっていう形になるからヒールを長い時間履いている方はこんな感じで関節をこう曲げていくストレッチ甲を伸ばしていくストレッチをしてあげるといいかなと思います もう指が反ってる状態が普通になってしまってるから、体をうまく支えられなかったりとかするんですよね。もしくはこう、逆にヒールの方が楽みたいな、スニーカー履くとしんどいみたいな方も多くおられるんじゃないかなって思います。もうそうなっている方は、あの、自分ではしんどいかもしれないけど、確実に体はしんど体はやっぱりこう、 しんどいですからね。自分の感情的なしんどさではなくて、肉体的にやっぱりすごくバランスが崩れているので、なので、指の関節をこう曲げていくっていうストレッチを時々入れてあげるといいかなと思います。反対いきましょう。左足の甲を寝かせて、で、指の関節を曲げていく。男性の方も、 まあ、家とかでスリッパとか履いてるのであればね、指反ってる可能性は高いし、靴のサイズがやっぱりこう、ちょっとずれてるだけでも指は反りやすくなってくるので、なのでそういう方も、やっぱりこの関節を曲げていく。あとは曲げ、巻き爪とかですごく痛くて嫌だっていう方も、指が浮いてるとやっぱり爪って、ま、巻かれていくので、ちゃんと地面にピタッて密着していると、 爪って巻いてる余裕なんてないですからね。踏ん張ってるから。どのぐらい離れたらいけないのっていうと、気をつけをした状態で足の指、親指から小指までの指が紙一枚でも入ったらアウトです。もうそのぐらい床にきちんと指先が密着している状態が理想的だって言われています。なので関節がやっぱりね、 反り返ってしまったり硬くなってしまっている方は指が浮いている可能性って高いからきちんとこんな感じで関節を緩めるっていうのを入れてあげるといいかなと思いますでは動きを止めてアキレス腱伸ばしていきましょうそしたらまずは右足を一歩後ろ引いてみてください そしたら、あの、本当にちょこっとで大丈夫です。右足のつま先とかかとをまっすぐ正面に向けていきます。まっすぐ。内股とかガニ股とかね、なってないように、右足のつま先とかかとがまっすぐ正面向くように、目で見て確認。大丈夫であれば、左足のつま先をちょこちょこ動かしながら、どのぐらいの距離にするか自分で決めていきます。 右足のかかとが上がらずアキレス腱が程よく伸びるところまで足首硬い方はやっぱりこの幅が狭くなるけどもうしょうがないですも自分の体に合わせた幅にしていきましょうそしたら左足のつま先とかかとまっすぐ正面向いているか確認です意外とこの体勢は難しいです足の裏全体で体が 支えられないとちょっとブレていきますね。そしたら左の膝を曲げていきます。この左膝は左足のつま先よりも前に出ないようにしてください。太ももの前のところの筋肉が余計についてしまうので、膝の下に大体いいかかとが来るぐらいの位置が理想的です。右足のかかとが浮かないように左膝を曲げて、 右足のアキレス腱、ふくらはぎ、膝の裏、太ももの後ろを伸ばしていく。で、ちょっとずつほぐれてきて余裕があれば、太ももの力を借りて、右膝の裏を押し上げていきます。右足の太ももに力を入れて、右膝の裏を押し上げていく。柔軟性と筋力のバランスが必要。呼吸は止めません。 上半身が前に倒れすぎないように、しっかりと体を起こしておいてください。右足の前太もも付け根下腹部の筋肉が縮んでいると、どうしても体がこう前に倒れていくので、腰を反るわけではないけれども、前太ももと付け根と下腹部を伸ばしていく。では、緩めて右足を一歩前に反対行きましょう。 今度は左足を軽く一歩後ろに引いて左足のつま先とかかとがまっすぐ正面向いているか目で見て確認していきます大丈夫であれば右足のつま先をちょこちょこ動かしてどのぐらいの距離にするかを決めてくださいそしたら右足のつま先とかかとをまっすぐ 右の膝を曲げていきましょう。だいたい膝の下にかかとですね。左足のかかとが浮かないように、アキレス腱、ふくらはぎ、膝の裏、太ももの後ろを伸ばしていく。両足の裏できちんと体を支えてください。バランスが意外と難しいです。 余裕があれば、左足の太ももに力を入れて、膝の裏をぐっと押し上げていく。左足の前太もも、付け根、下腹部をぐーっと伸ばして、上半身を安定させてください。アキレス腱伸ばすのって結構難しいですね。でもしこの体勢が難しいのであれば、壁の前に立って、両手を壁のところにね、べたってつけてあげると、 バランス取りやすいから、こんな感じで。呼吸は自然です。では、緩めて、左足を一歩前に、足を、えっ、ー、と、腰幅ほど広げて、ちょっとね、休憩取りましょうかね。左右にこう、体を揺らしながら、指関節と足首をちょっと緩めてみてください。 そしたらこの後は、少し内太ももを伸ばしていきます。足幅を1メートルほど広げて、うーんと、右足のつま先をちょっと外側に向けていきましょうかね。左足のつま先も外側に向けていきましょう。両つま先外側に。そしたら左の膝をぐーっと曲げて、つま先と同じ方向に膝を向けていく。 右の膝もぐーっと曲げて、つま先と同じ方向に膝を曲げていくで。左右の膝を曲げ伸ばししていきます。意外と難しいですね、これも。つま先が浮かないように、つま先寝かせておいてください。甲とかね、すねとかが伸びていきます。あとは、アキレス腱を伸ばすと縮めるが同時に入ってくる。 で内太ももも伸びていくけど股関節もしっかりとほぐしていきます。で体はまっすぐですね。で呼吸は止めない。あ柔軟性ってね筋力もないとなかなかうまく体伸ばせないかったりとかするので。 柔らかすぎてもダメだし、筋肉でガチガチに固めてもダメですね。理想的な肉体ってしなやかな身のこなしができるかどうかっていうところが基準になってきたりとかする。あとは、うん、 やっぱ優しい気持ちを持って実践するっていうのが大事かなと思います。やっぱり闘争心だったりとか、ちょっと怒りの感情を持って実践すると、その自分自身に対して攻撃的な態度で実践することになるので、体を痛めることにもつながるかもしれないけれども、精神的なストレスもすごく抱えながらの実践なので、大体いい胃腸にきますよね。 なんかこう胃が荒れたりとか腸がちょっと調子悪くなったりとかあとはすごく体をこう固くしながら実践しているかもしれないのでなので血圧が上がったりとかやっぱ筋肉が固くなると血管にも影響が出るので血圧がすごく高くなってしまったりとか なので、そういうところに関しては、ヨーガの実践する前の心構えとして、怒りの感情を持って実践をするな、っていうのがあるから、あの、ヨガって学問だからね、そういうのがあるから、なんか、やっぱりすごくいいなとは思います。あ、気をつけようって思う、思うので。だから必ず呼吸から入るじゃないですか。ヨガの実践って。呼吸から入らない実践はない。 なぜなら自分の心だったり感情だったり気持ちを落ち着かせるためもちろん実践入る前に気持ちを落ち着かせてから呼吸に入ってあげた方がねいいんでしょうけれどそうやって必ず呼吸から入っていきますはい、動きを止めてつま先ちょこちょこ内側に結構心拍数も上がってると思うので 両足を閉じたら少し呼吸しましょう。何回か深呼吸です。では、ゆっくりと目を開いていきましょう。足を閉じたら、 右腕を大きく動かしていきます。右足を一歩後ろに引いたら、右腕前から後ろに大きく回していきましょう。これも意外と難しい。呼吸は自然です。で、肩上げないようにね、してください。肩上げるとしんどいです。 腕の重さで下にズンって落ちてその反動で上にグンと上がっていくそんな感じです大きく円を描くようにして右腕を回していく反対いきます後ろから前に動かしているというよりも勝手に動いてるみたいな感じです慣れてくるとね こんな感じで動かしていきますけれど、あのー、めっちゃ難しいです。力を抜くことができないとやっぱ難しいですねやっぱ体を整えていく、まあ、ヨガの実践って整った肉体で実践していくので体が歪んでる状態では実践しないです そうすると、やっぱりこう、アーサナ取っててもすごい楽なんだけど、こう、それをすっ飛ばして実践してる方が多いから、だからこう、アーサナって難しいとか、柔軟性がないとできないんじゃないかとか、あとはこう、怪我をする方もね、多いって聞きますけれども、絶対そんなことはないはずなんですよ。整った肉体を扱って実践していくので。 その体を整えていくという段階をすっ飛ばして多分後ろのアーサナに移っているからやっぱり良くない動きを止めて反対いきましょう左足を一本後ろ引いたら左腕前から後ろに大きく動かしていきますじゃあ体はどういうふうに整えていくかというとやっぱ関節系ですね 関節が硬くなっていると何をするにもやっぱり負担はかかってくるので関節をしっかりとほぐしていくっていうのはすごく大事動きとしてはめっちゃ地味なんですけれども土台作りとしてはとても重要になっていきます大きく腕を回していく肩が上がっている方は肩は上げずに腕だけ回してください呼吸は自然です そししたら反対いきましょう。後ろから前に大きな円を描きながら腕を回していきますで日常生活でこんなに大きく腕回す時間ってないので回らないっていうのが普通ですちょっとずつ可動域をね広げていけたらいいかなと思います肩肩と肩甲骨。 を動かしてるんだけど、細かく見ると、この肋骨も伸ばしてるし、脇も広げています。で、体幹も結構使ってきますよね。体の、その軸がブレると腕がうまく回らないので、体幹も使っていく。それでは、動きを止めて、ふう痛息気、痛ついたら、足幅を腰幅程度に広げてみてください。つま先は、 本当にちょこっと外側向いてるかなっていうぐらいで、ほぼほぼまっすぐ正面になります。そしたら右腕上げて左真横に倒す。戻って、左腕上げて右真横に倒す。戻って、右、戻る、左。で、重心は両足に均等にかけていきますので、例えば右側に倒れて左足が浮いてるってことがないように、 両足重心で骨盤から上の動きになります。で、真横に倒してください。体がこう前に倒れないように、真横。真横。で、呼吸は止めない。真横。両足重心、骨盤から上の動き。なるべく耳の後ろに二の腕が来るようにしましょう。そうすると、 背中が丸まらなくで伸ばすことができます意外とこれも難しいこんなになんか大きく伸ばすことってないじゃないですかねじゃああと一回ずついきましょう 動きを止めていきます。今度は少しジャンプも入ります。肺と心臓をもう少し強化していくので、呼吸しっかりね止めないようにしてください。そしたら両足はバーグーバーグー、両手も合わせて上下上下。呼吸止めないように。 これも体幹結構必要かもしれないですね。前後に動いちゃったりとかするから。あともうちょっと。はい、動きを止めて、両足を閉じたら腕を下げましょう。目閉じられたら閉じますけれども、閉じたらバランス崩れてしまう方もおられるので、目を開けてても大丈夫。 深呼吸します。息吸って伸びて、吐いて下ろしましょう。吸って伸びる。吐いて下ろす。吸って伸びて。吐いて下ろす。吸って伸びて。吐いて下ろす。吐く息の方が大事。吸って伸びて。 吐いて下ろす。吸って伸びて。吐いて下ろす。あと一つ。下ろしましょう。腕を下げますが、手のひら正面に向けて。目を閉じられたら目を閉じてください。呼吸を整えていきましょう。 では、ゆっくりと目を開き、お尻を下ろして座っていきましょう。両足を伸ばして、長座です。後ろのスペースがね、十分空いているか確認して、膝を曲げて、背中をゆっくりと倒し、頭が床につきましたら、頭からお尻までを整えて、 腕を下げますが手のひら上に向けて両肩を落としてください腰が浮きすぎないように両足を伸ばしていきましょうまだ心拍数が整ってない方は何回か深呼吸をして呼吸を整えてください それでは、足、開きすぎている方は閉じて、体の線まっすぐに、右の膝を曲げて、右膝と右胸を近づけ、両手は右足を抱えていきます。指と指をしっかりと組んだら、腕の重さと腕の力を借りて、膝と胸を近づけていきましょう。肩の力抜いてください。そしたら、この右膝を外側から内側へ小さな円を描きながら、 回していきます。動かしているところは右膝ですけれども、ほぐしていくところは右の股関節になります。自然な呼吸です。右の股関節を緩めていきましょう。反対回し、右膝内側から外側へ。 小さな円を描くように動かしていきます。背中が丸まってないか確認し、左足がちゃんと伸びているかも確認してください。左膝が曲がっていたり、左のお尻が浮いていたりする方は、なるべくね、左太ももの付け根をきっちりしっかりと伸ばして、左足が浮かないように整えていきましょう。 はーい。それでは、動きを止めて、両手離して、右足を伸ばしていきます。反対です。左の膝を曲げて、左膝と左胸近づけたら、両手左足を抱えていきましょう。腕の重さと腕の力を借りて、左膝と左胸をぐーっと近づけていく。 そしたらこの左膝、外側から内側にかけて小さな円を描きながら動かしてみてください。動かしているところは左膝ですけれども、ほぐしていくところは左の股関節です。で、硬い方、まあ、柔軟性がちょっとっていう方ほど股関節カクカクしているし、 うーん小さな円を描くっていうこと自体もできないかもしれないですね。ただ、内外、内外に動かしてるか、もしくは上下に動かしてるか。小さな円を描くっていうこと自体も難しいと思います。ただ、いちいちね、そういうところに気を取られてると、実践がうまく前に進んでいかないので、大事なことは気にせず続けるということです。質より量。 数をこなしていく。しかも何か機材を使っているわけでもなく、人にこうね、動かされているわけでもないですよね。自分で左膝をくるくる動かしながら股関節を緩めているので、自分で加減はできるはずです。ちょっとずつ行きましょう。反対行きます。 左膝内側から外側にかけて小さな円を描きながら左の股関節をほぐしていきましょう。右足浮いてないか確認。右膝が曲がっていたり、太ももの後ろが床から離れていたり、背中が丸まっている方は一つ一つなるべく、ね、床につけてください。 呼吸は自然です。それでは、動きを止めて、両手を離して、左足を伸ばして解放しましょう。脱力。それでは、両膝を曲げていきます。 この後柔軟性ももちろん必要になってきますけど、下腹部の筋力も使っていきますので、ちょっと意識してみてください。では、まず両足をまっすぐと上に上げていきます。足を開いてみてください。そしたら両手をまっすぐと上に伸ばしていきましょう。床に対して腕が垂直になります。 今、両手のひらが内側向いてるのだとしたら、両手のひらを外側に向けてみてください。この腕は動かさず固定です。そしたら、両足を両手の方に近づけて、内側から足の裏をキャッチする。で、太ももの間を広げて、膝を外側に向けていきます。その膝と同じ方向に、両足のつま先が向いているようにしてください。 膝のお皿を外側に向けて膝を開きます。そしたら今背骨が丸くなっていると思うので下腹部の筋力を使ってお尻の穴を床にぐーっと近づけていく。下腹部の筋力を使ってお尻の穴をぐーっと近づけていく。そうすると背骨がね、マットにペタってくっつくと思うのでくっつけといてください。 両膝を90度ほど曲げていき膝の真上にかかとが来るようにします膝の真上にかかと足の裏が天井と平行になるように足の裏しっかりと上に向けてください足首が曲がっちゃっている方は足の裏が内側に向きやすいから足の裏は上向きです天井と平行になるようにしていきます下腹部を使ってお尻の穴を マットにぐーっと近づけ背中を平らにし膝の角度を90度ほどに曲げて膝の延長線上にかかとが来るようにする足の裏は天井と平行ですその状態で少し呼吸していきましょう膝の角度90度ほど曲げると前太ももと床が平行ぐらいになりますよね で、ゆっくり呼吸です。なんか結構見る機会が多いアーサナだと思うんですけれど、意外とね、難しいんです。内股の方とかだと、膝の外側にかかとが来てたりとかするしね、お腹の前に太ももとか膝が、 あったりとかするから、太ももガッと開いて、太ももと太ももの間にお腹を入れて、膝の向きを外側に向けて、つま先の向きも外側にするで。膝の角度90度に曲げて、前太ももとマットを平行にで。足の裏を天井と平行にします。意外と結構難しいです。さらに余裕がある方は、 太ももの力を借りて両膝を伸ばしていきましょう太ももの力を借りて両膝を伸ばす腰が丸まらないように下腹部の筋力使ってお尻の穴をマットにグッと引き寄せといてください呼吸は自然ですなんか普通の開脚と違って 重力使えないから自分の足を自分でぐーって伸ばすだけの筋力が必要になってきます。あとは腰が丸まらないようにするだけの腹筋。両膝を緩めて、両手を離し、膝を曲げた状態で床の上腕を下げますが手のひら上に向けて、足は片方ずつ伸ばし、脱力です。 で呼吸を整えていきましょう。大事なのってこう、体を実際にコントロールすることができるという技術ですので、技術習得のためには訓練が必要です。 だから、柔軟性がうんぬんとか形が綺麗かどうかっていうことは、そんなことはどうでもよくて、自分の体をよく見るっていう内側に向ける集中力がすごく大事になってくる。誰かと比べたり、周りの環境を気にしたりとか、誰かの視線を気にしたりとか。 ややっぱやっぱちゃうんですけどね人だからねどうしても周り気になっちゃうんだけれどもでもそこを内側の世界に集中する集中する集中するっていうのを何回も繰り返して自分の体をよく見るっていう練習もしていくといいのかなと思いますそれでは足を閉じ 右の膝を曲げて、右足のつま先は左膝の上。左手右膝の上で右腕大の字です。手のひら上に向けてください。息を吐きながら右膝左に倒していきます。ゆっくりと。右のお尻と腰と背中全体を伸ばしながら、ちょっとずつ右膝の角度変えていき、右と左の肋骨をねじりながら、肋骨の間を広げてください。 さらに右膝の角度を変えていく。右膝が床についたら左手。右の骨盤太もも膝の上どこかに置いてください。骨盤下から固定をし、右の胸と右の肩を開いて、ゆっくり呼吸です。 なるべくね、右の脇をぐーッと広げるように右腕伸ばしてみてください。それでは、ゆっくりと元に戻りましょう。腕と足を下ろし、反対いきます。足開いている方は両足を閉じて、体の線まっすぐに、左膝を曲げて、 左足のつま先、右膝の上。右手は左膝の上に置き、左腕は大の字のように横に大きく広げていきます。左の手のひらは上。次の吐く息で左膝、右側へと倒していきます。ゆっくりと。左のお尻と腰と背中全体を伸ばしながら、膝の角度を変えていき、右と左の肋骨をねじりながら、肋骨と肋骨の間を広げて、 左膝の角度をさらに変えていきます。左膝が床についたら右手、左の骨盤太もも膝の上どこかに置いて骨盤下を固定する。最後に右の脇を広げるようにして右腕伸ばしてください。呼吸は自然です。 それでは、ゆっくりと戻りましょう。両腕は下げますが、両膝は曲げてください。お尻の位置を整えて、頭からお尻までまっすぐ。両膝と両胸近づけたら、両手は両足を抱えていきます。顎を引いて、肩と肩甲骨、マットにくっつけ、背骨が出ないように背中を平らにしていきましょう。 両膝を左右に小さく倒しながら背骨の外側にある筋肉をほぐしていきます。 それでは真ん中で動きを止めて腕と足を下ろしていきましょう頭からお尻までがまっすぐ腰が浮きすぎないように両足を伸ばしていきます両足が伸びたら体全体の力を抜いていきましょう優しく目を閉じ顎と眉間の間は力を抜いて鼻の呼吸に 意識を向けていきます。 それでは、少しずつ意識外の方に戻していきましょう。両手頭の上に万歳します。おへそを伸ばして、肋骨広げて、両手頭の上脱力。足を閉じたら両膝をしっかりと曲げ、お尻を持ち上げ腰下げましょう。 足が開かないようにしっかりと閉じて両膝を左右に小さく倒していきます。お尻と腰をほぐしていきましょう。膝が倒れた方のお尻に圧がぐっとかかってくるはずです。小さな振り子でお尻と腰周りをほぐしていきましょう。 ちょっとずつお尻や腰がほぐれてきたら振り幅を大きくしていきます。ちょっとずつね。そうすると今度お腹がねじれてきます。お腹をねじってストレッチしてみてください。足は開かず、両足を閉じたまんまの状態で、両足を左右に倒していきます。 で、お腹もだんだんほぐれてきたら、さらに振り幅を大きくしてみましょう。そうすると今度、肋骨と肋骨の間が広がって、肋骨周りのストレッチができます。でやってみてわかるように、 大きく倒すには、柔軟性ももちろん大事ですけれど、足が離れないだけの内太ももの筋力と、真ん中に戻るだけの体幹も必要になっていきます。呼吸は自然です。両肩浮かないようにね、気をつけてください。 それでは振り幅をだんだん小さくしていきましょうさらに小さくしていきさらに小さくしていく真ん中で動きを止めたら両膝しっかりと曲げてお尻を持ち上げ腰下げていきましょうかかととお尻の距離を30センチほど離して 両膝を外側へ倒し、足の裏と裏を合わせて合席です。体全体の力を抜いてください。特に、両足の内太もも股関節、脱力です。両方のお尻に均等に体重をかけて、お尻の硬さをとります。両腕、両肩リラックスです。ゆっくり呼吸しましょう。 内太ももと太ももの付け根が伸びていきますで。そこがほぐれてくると、下腹部の筋肉も程よく伸びてくると思うので、ちょっと確認してみてください。 それでは少しずつ意識外の方に戻していきましょう。まずは両手を下げていきます。足が重たいので両手で支えても構いません。両膝をゆっくりと閉じていきます。もしくは片方ずつ両膝を閉じてみてください。両膝が閉じたらお尻持ち上げ腰下げて足を伸ばしていきます。 最後、背骨をしっかりと伸ばして自律神経整えていきましょう。両手体の前、指と指を組んで、手のひらを返して、息を吸いながら気持ちよく伸びましょう。お腹のスペース広げてください。脇も伸ばして、二の腕伸ばして、肘を伸ばしていきます。 吐いて脱力。口から吐いた方がもしかしたら力抜きやすいかもしれません。もう一度。水域で両腕を伸ばします。腕は伸ばしますけど肩上げない。お腹のスペース広げましょう。吐いて脱力。 肩もリラックスですもう一度、吸う気で伸びまーす。吐いて脱力。しっかりと息を吐ききる。吸う気で伸びまーす。 脱力最後一ついきましょう吸い気で伸びます目いっぱい伸びる吐いて脱力 しっかりと息吐き切って腕下げていきましょう。両膝を曲げていきます。体の向きを右側に倒して横向きにしましょう。少し背中を丸めていきます。顔の前に左手を置いて、 体を支えながら上体をゆっくりと起こしていきましょう起きれたら足クロスした形で座っていきます膝をなるべく外に広げて土台を大きく上半身を安定させてください両手は膝の上に置いて優しく目を閉じていきましょう まずは姿勢を整えていきます。次に呼吸を整えていきましょう。それでは両手、胸の真ん中に合わせて合唱です。 皆さん今日もこの時間のクラスに参加していただいてありがとうございました。2点大切なことをお伝えしたいと思います。今すごく寒いです。寒さをしのぐために何かね、あったかいものを着込むっていうのも一つの方法だと思いますが、やっぱり着込めば着込むほど冬の衣服ってすっごい重たいですので肩は凝ってくるし、 そのズドンってしてる重さが足にも来てしまいます。で、腰にも来てしまう。なので、自分で熱を作り出すっていう能力も開発していくといいかなと思います。やっぱり薄着に越したことはないんですよね、寒いけど。でも自分で熱を作り出すことができれば、衣服をね、一枚少なく 来ても、2枚少なく来ても、3枚少なくき来ても、そういうことも可能だと思うので、まずは自分で自分の熱を作るっていう能力を開発していくっていうのが大事なところかなと思います。二つ目、やっぱり今こういうご時世ですので、やっぱりね、その、なかなか外に出られない。 だったりとか、あの、自分の健康のことだったりとか、すごく不安だったり心配になることって多いと思います。ただ、免疫力を高めていくっていうのはすごく重要だと思います。ウイルスだってどんどん進化しているんですから、人間だってどんどん進化していかないと、これから先生き延びることすら難しくなってくる。ワクチンを打って、その、 回避するっていう方法もあるかもしれないけれども、それだけに頼るということは、やっぱりなかなかね、難しいですよね。だから、自分で自分の免疫を高めていくためには、やっぱり肺と心臓を強化していくっていうことが必須だと思います。もうそうやって肺活量もね、強化していかないといけないと思うし、呼吸も深めていかないといけないと思います。なので、免疫力を 高めていく、そのためには肺と心臓を強化していく何かしらの訓練って必須になってくると思います。ぜひ今日のクラスが皆さんの日常のほんの少しでも参考になるような、そんな要素がね、含まれていると嬉しいなと思います。この後もどうか素敵な時間をお過ごしください。そんな願いを込めて、 ねえ。ナマステー